星野和彦さん、えー。新無所属クラブの星野和彦です通告に従い一問一答方式で2件質問します1件目は辻町周辺の土砂災害対策と地産の推進策で2件目は文化と芸術を活用したちづくりです質問のコンテンツは以下のとおりです1件目はまずかねてより懸案となっている4か所の辻町周辺の土砂災害の経緯 現状と対策をお尋ねします。そして、辻川上流と八幡山周辺の地産の現状と森林環境税と森林環境常用税を活用した地産の推進策をお尋ねします。二件目の質問、文化と芸術を活用したまちづ,づくりについては、まず宮津市民の文化と芸術活動の現状と課題をお尋ねします。そして、文化財の保全と活用、 本年11月24日、国の文化審議会の答申で、重要文化財に指定された、宮津カトリック教会、宮津千者聖ヨハネ天主堂の老朽化対策。文化と芸術を活用した街づくりの現状と課題の順に、各々3から4点ずつお尋ねします。理事者の皆様には、具体的かつ簡潔なご答弁をいただきたくお願い申し上げます。では、1件目の 辻町周辺の土砂災害対策と地産の推進策に関して以下4カ所の土砂災害の経緯と現状そして対策を質問します1点目は宮津作業所及び西側の指導2点目は辻川流域で宮村709番地あたりのメタルワーク北側の指導3点目は宮村2589-2の番地の 1244の2番地の間にある辻川流域で宮津合同宿舎三差路の南側市道4点目は宮村のファミリーマート宮津店南西交差点から市道敦賀宮村線を100メートルほど東に進んだ京都丹後鉄道宮福線の立教科の冠水以上4箇所です 従来は夏の集中豪雨の折に水害と土砂災害が発生していましたが最近では宮津作業所及び西側の指導のように季節,を問わ季節を問わず災害が発生し宮津市が負担する対策工事の費用がかさんでいるように思います上述の辻町周辺4カ所の土砂災害の経緯対策工事と駅務の頻度と累計額を含めた現状 そして対策をお尋ねします森口建設部長、えー、私から星野議員のご質問にお答えをいたします近年気候変動等に伴いこれまでに経験したことのない豪雨等によるう土砂災害風水害が全国各地で発生をいたしております本州においても平成30年の7月豪雨において甚大な被害を受けたところであり 現在総合的な防災・減災対策に取り組んでいるところでありますこうした中議員からは特にということで宮村辻町地区における最近の土砂災害等の現状と対策についてのお尋ねをいただきました議員お触れのとおり特にこの近年宮村辻町地区において個人が所有する森林の土砂が当地区市街地に流出する事案が頻繁に起こっておりそのことによりまして 河川や水路の断面を閉塞したりあるいは道路冠水等の被害を引き起こしているとこういう状況だというふうに認識をいたしております本社といたしましてもこの森林所有者等に一定の措置をしていただきたいところでございますがこの土砂等の市街地への流入が床下浸水や市道の通行止めなど市民生活に大きな影響を与えることから直ちに河川や水路に流入をした 土砂の春節また路面の土砂の除去などの緊急対応を業者委託あるいは直営ということでその都度実施しているというのが現状であります。なおあの春節等にかかる委託経費についてのお尋ねもございました。通常でありましたら三十万円から五十万円程度かかってくるということでございますし、災害級となりますと百五十万から二百万オーダーということになってございます。 またその駅部についてのお尋ねもございいましたあの駅部については直営ということで、建設部に配置をいたしております、会計年度、任用職員、2名配置をいたしておりますけれども、この職員によって、土砂の、あ失礼、側溝の土砂揚げでありましたり、あの道路の路面清掃、こういったことに今年度は20回程度、出ておると、こういういい状況でございます星野和彦さん。 簡潔にごご答弁いいただきあありがとうござまます、まああのそれぐらい出るだろうなっていうのがあって、実はの9月議会の時に質疑で、えー、この道路の、ね、冠水がですね出てきて、まあちょっと調べ願いたいということで、まあ、それ気になったもので今回、問い合わせをさせていただきましたまあ、あの20回ぐらい入ったり、ですねあるいはやっぱり2人の労働力を割くということで、やっぱり費用としてもずいぶんかさむなっていうのが正直なところです。とやはり、まあ あの、地産の方がっていうのが、まあ昔からのやっぱり首脳方針ということで、次の質問に移ります。え私はその9年前に市会議員になってから、河川の水害対策に関する一般質問を3度行いました。え最初が2015年平成27年6月の宮津駅東部の治水対策。2度目は2021年令和3年6月の河川水害対策と地産事業。3度目は同年9月の大手川の治水対策と 裏側のの流と漂着ごみの対策です私は個別具体の被害状況と対策を質問してきましたが理事者の皆さんには格別のご対応をいただき感謝するとともに皆さんとのやり取りの中で私が学んだことは治水の抜本的な対策は山を手入れすする地産だとということですそして治水は太古の昔から国を治める重要な役割を担ってきたことを議場でお話しました。 天武天皇6年、西暦677年に、都の周りで、の山で、人が薪や炭などに利用する溜め木を切り倒すので、これを禁止する取締りや、山に草や木を植えて、砂の流出を防ぐ砂防を進める直令が達成られています。時代が下り、江戸時代の寛永6年、西暦1666年には、徳川幕府が発した諸国山、諸国山石沖では、 国を治めるには水を治めよ。水を治めるにはまず山を治めよと明記し、全国の民衆に通知しています。現代の日本においてはいかがでしょうか。地球温暖化を防止するには、二酸化炭素の吸収源となる森林を適切に整備することが重要です。日本の森林面積は約2500 25万ヘクタールで、 国土の68%を森林が占めています。その森林の比率は OECD 加盟国37カ国中3番目に高く、世界的に見ても豊かな森林資源を保有していますが、林業関係者の減少、所有者不明で放置されている森林の増加など多くの課題を抱えています。そこで2019年平成31年3月に 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は来年度から個人住民税平均等割の枠組みを用いて、国税として一人当たり年額千円を市町村が付加徴収するものです。また、森林環境譲与税は 市町村による森林整備の財源として、2019年、令和元年度から市町村と都道府県に対して、市有林人口林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で安分して乗与されています。森林環境乗与税は、市町村において、干ばつ等の森林の整備に関する施策と人材育成、担い手の確保、 木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策に充てます。また、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てます。前振りが長くなりましたが、辻川上流と八幡山周辺の地産の現状と森林環境税と森林環境乗与税等を 活用しなどを活用した資産の推進策をお尋ねします。長浜経済産業部長。はい、えー、辻川上流周辺の森林の現状と森林環境増加税を活用した森林整備資、えー、産の推進策についてご質問をいただきました、えー。辻川上流と八幡山の周辺は、まあ個人が所有する森林が多く、杉、檜の人工林もふん。 含め、間伐がされず、適切な森林管理が行われていない状況にあると考えております。本市においては、議員もお触れになりましたが、森林の持つ二酸化炭素吸収源や土砂流出防止などの多面的で攻撃的な機能を維持するしていくことを目的に、現在、モデル区での移行調査や集積計画の作成など、森林管理の取り組みを行っており、今後は その取り組みを市内各地に拡大しまして辻川上流周辺においても森林所有者の意向をお聞きしながら干ばつ等の森林整備を取り組んでいく予定でございますしかしながらではございますが当該地域での森林整備の実施及びその地産としての効果が現れるまでにも相当の期間を要すると考えますので辻島周辺の土砂流出対策に当たりましては別手法での 対策も、まあ、検討してていいく必要があるとううふうに考えております星野和彦さん確かに今、ご答弁いただいた通りですねこの治水の前に地産事業というのは理想ではありますけれども、まあ、相当時間かかるなと、私もこの先ほど申し上げた通り、最初に質問してから、えー、この間ですね、なかなか旭ヶ丘の第一第二両方見てまいりましたけれども、えー、地産でというとなかなか進まないんですね。 で当時あの、一般質問の時も申し上げましたけど、京都府に行きましたら、なんで宮津市さん、地産って言うんですかと、治水だともっと早く行きますよという,ふうに言われたこともありました、そんなこともこの議場でお話したことがあるかと思います、でもやっぱり理想としてはでも地産をしていかないと、もともと山が先ほどの古代からですね落ち着くから、魚も美味しい魚が出てくるという、全部つながってるんだと。プロジェクト、X、で え襟裳岬の話が出ましたですけども、まああの明治市のあとに襟裳岬っていうのはあの入植者が出て木を全部伐採したとそしたら何もない春ですっていうあの森一,一の歌があるんですけども本当に何もなくなってしまった魚もいなくなったとそれを17年かけて、えー、海藻類なんかも全部木を生やすことによってですねあの復活させたというのがまあドラマになって。 まあ髪の毛も17年経ったら戻らないかなっていうで私は当時言ったらちょっと笑われたんですけどもいや髪の毛はどうも戻ってこないっていうです、ねまあ、そんなこともあってちょっと懐かしく思っております、まあ、あのちょっと横道連れて申し訳なったんですけども抜本的な対策としてですねこの地産実際にこの地産事業をあの再開できたとしてもこの治水に至るまで相当な時間を要することは理解しましたまた上の えー、2021年、令和3年6月に行った河川の水害対策と地産事業の一般質問で、辻川の上流にある第二浅日川岡の砂防ダム南側の小川の地産に関して、当時の産業経済部長からいただいた答弁の概略は以下の通りです。流域内にある人工林での干ばつ等森林の保全対策も必要との判断から、地産事業による土砂流出対策を図るため、 計画素案に該当する森林所有者に対して協力を依頼したが、一部の地権者の同意が得られず、事業化には至ってない状況だ。土砂流通対策の事業化に向けて、必要となる地権者の同意が得られるよう、今後も努めたい。以上です。あれから2年経ちましたが、土地を優勝で買い取る治水事業に対し、寄付を依頼する地産事業では難しい状況も続いています。 長期的な地産事業の推進は不可欠ですが、喫緊の課題として、今回取り上げている辻町周辺の4か所の抜本的な対策をいかにするか、迅速,の迅速な対応が求められています。2021年、令和3年6月の一般質問では、辻川流域にある宮津合同庁舎、三砂路の南側指道の土砂対策についても取り上げましたが、当時の建設部長の答弁の概略は以下のとおりです。 辻川が直角の曲がり角になっていることが氾濫する要因で、その解消が必要だと思っている。優先順位は高いと認識している。以上です。しかし、地球温暖化による水害と、市内各地でますます広がり、喫緊の対策を要する河川の対策工事が優先せざるを得ない状態が続き、辻川流域の抜本的な改善には未だ至っていません。 辻町周辺の四か所の抜本的な対策をいかにするか改めてお尋ねします。森口建設部長。えっと辻川流域の抜本的な対策について少し触れさせていただきたいというふうに存じます。この地区においては平成16年の台風23号による土砂災害これを契機といたしまして京都府が辻川上流の第二浅井川川地区の砂防事業に着手をいたしました。 そして平成29年に砂防園庭が完成をしたということであります現在はあの宮村地区の鮎川上流の砂防園庭工事を京都府において進めていただいておりましてこれも本年度末で完成予定ということでありますまたかねてから課題でありました旭ヶ丘地区の自然渓流につきましても現在京都府と砂防事業として協議を進めておるという状況であります こうした整備の進捗が土,砂土石流対策など地区住民の安全安心に大きく寄与するものというふうに思っておりますまた、これらの抜本的対策に加えましてその流末となる本市の管理河川等においても辻町周辺の治水対策として優先順位を上げた対応を講じていく必要を痛感をいたしておりまして最優先課題として取り組んでまいりたいと。 このように考えております。星野和彦さん。まあ、あの、朝日岩岡の状況詳しく、詳しく教えていただいて、非常にありがたいです。あの、一体どうなってるのかなっていうのがですね。まあ、たまには、あの辺、うろうろするんで。えー、見てるんですけれども。まあ、なかなか、あの、いい、あの、ダムが。サボ園ってですね。できたなって言ってたら。横の方から漏れてきたり。なかなか大変なことなんだなと。水を止める。砂を止める。 木の、あれをね、伐採をうまくする、全部つながってるんだなと。それ、やっぱり一応一にはならないということ、重々わかります。まあ、あの、とにかく、喫緊のことを、あの本当に、まあ、他のところもたくさん今、しない、どこでもっていうぐらい、皮、えー、が溢れておりますが、えー、進めていただきたいというふうに思います。で、この1件目の質問で、最後にですね、ちょっと所見の方も,さても申し上げさせていただきます。この12月3日から9日は、えー、障害者週間です。 初日の12月3日は宮津市議会議員で宮津市身体障害者団体連合会ボッチャ大会に参加しました会大会の合間に車いすバスケット体験会も開催され元アテネパラリンピックえ車いすバスケット日本代表の坂根康子さんと1年ぶりにお会いし坂根さんが出演された関西テレビの番組を見てから皆で試合形式を体験しました奥の深いスポーツだなぁと実感するとともに 障害者の立場を考える貴重な催しでした。1970年、昭和45年に制定された障害者基本法は、基本的理念として、すべての障害のある方に対し、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること、社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられることを宣言するとともに、 何人も障害者に対して障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことを明らかにしています今回質問した辻町周辺4カ所の中でも特に宮津作業所の皆さんの被害が甚大だと指導されます宮津作業所及び西側の指導に関して私も近隣,住む近隣に住む市民の一人として微力ながらお手伝いをいたしますのでどうか 迅速なご対応をいただきたく、切にお願いして、一件目の質問を終わります。え次に、二件目の文化と芸術を活用した街づくりについて質問します。えまず、宮津市の文化活動団体や市民文化祭の出展数の推移等についてお尋ねします。土井企画財政部長。 宮津市における文化団体、また市民文化祭の出展数、進位でございます。宮津市の文化団体協議会の加盟団体数は、新たな団体の加入があるものの、団体の解散等によりまして、退会される団体もありまして、その総数は年々少しずつ減っておりまして、近年は横ばい状態になっているところでございます。市民文化祭の美術 点店の出店数につきましても、えー、昨年度に比べまして、今年度は若干回復したものの、あのトータルにしましたら、ね、年、ね、々<ー>減ってきてる状況というところでございます、以上でございます。星野和彦さん。分断協、分断っというんですけども、文化団体の方の協議会ですね、あのまあ、私もちょっと、えー、入っておりまして、まあ、本当に毎年のように、ですね、ここの9年間、減っていくなと。 でちょっと落ち着いたかなっていうので明るい兆しっていうのはこのダンスをですね被害者を来た人がや,やり始めてそれがまあ明るい兆しかなとただし書道関係も全てですね今年の受賞された、えー、書道家の方いらっしゃいますけれどももう本当に書道がもう立ち行かなくなるとデジタルの時代が来てなおかつその教える人がいなくなっているというのでもう憂うべきことだと。受賞のそのそ、えー 要件として、その後継者を、えー、見つけてほしいという思いを込めて受けるというようなことをおっしゃられていました、それぐらい今、文化が、えー、非常に厳しい状況、高齢少子高齢化というのが非常に、えー、頭を打っている、えー、ところであります、この京都北部なんですけれども、この福知山市を除いて、美術館のない京都北部の六市町では、この対策などの展覧会を開催するスペースが乏しくて、 住民の文化活動にハンディキャップがあります。前市長が文化に注力した町おこしを試みてきた兵庫県豊岡市では、田島初の4年生大学、学術文化観光専門職大学が開学して3年経ちましたええ。地域を笑顔にする大学を掲げた兵庫県立の大学で、実習を中心にした個性的なカリキュラムが組まれ、日本の演劇界を代表する一人、 え平田織田さんが学長につき週に最大6コマの授業も、えー、受け持ち全国から若者たちが集,集まっていますこの周辺で、えー、こなんかそういうですね明るいお話とかっていうのがもし、えー、あれば、えー、ご答弁願います土井企画財政部長はい、えー、ちょっと明るい話 <laughs> ということでございますけどもあの、うん あのえー、あの議員を不りとおり、豊岡市ですね、あの2008年から特に観劇を中心にです、ね、文化、芸術に,、えー、によるまちづくりを進めておられて、注目を集められているというところでありますあの京都北部周辺におきましては、あのなかなかあの文化の、えー、芸術に鑑賞に機会が少ない、うんえー、指導者、後継者などの、えー、人材が不足していると、ね、いったような、まあ、どうしてもよくあの同様の課題を抱かかれると。 かかっていいるとこででございます以上でござざまますす以上星野和彦さん私もその行政学ゼミだったんで、ゼミの友達に僕結構いるもんですから聞いたんですけど、やっぱなかなかそれはっていうか、そもそもその美術館がないということに気が付かない人もいるぐらいで、ですねあのそれが当たり前のように長年になっているというところが、やっぱり怖いところだなというふうに思っております。えー、次次ののの質問にに移りますこの次に文化財の 保全と活用についてお尋ねします。令和4年度指定資料集によると、本年3月末時点の宮津市内にある文化財は201件です。そのうちの区分は、国宝特別名称が2件、国指定選定等24件、国登録10件、府指定選定等38件、府登録9件、府暫定登録55件、市指定63件です。 種別の数や特徴などの状況をお尋ねします。大井教育次長。えー、宮津市内にある文化財の状況について、えー、ご質問いただきました。えー、文化財保護法やあ自治体の文化財保護条例などで定義される文化財の種別としましては、えー、建造物、美術工芸品、史跡名称天然記念物う、民族文化財などござり、 現在、宮津市内におきましては、あの、国、府、市の指定や登録等を受けている文化財は201件ございます。このうち、国指定等の文化財に限りますと、総数で27件、この27という名の先月、あの、宮津カトリック協会が文化審議会の方から指定についての、 答申がございましたので、これを含めて27件でございます。文化の代表的なものとしましては、国宝、天部市経図、特別名称、天の橋立が挙げられます。また、建造物に限りますと、旧三上家住宅、室町時代建立の地方自他法と、それと先ほど申し上げました宮津カトリック教会などがございます。 これらの指定等の文化財でございますが、行政によりその価値や保全の必要性が認められた文化財でございます。このほか、現在指定を受けていない文化財も多数ありま、えー、少しでも多くの文化財を未来に残していくことが必要でございます。星野和彦さん。はい、ありがとうございます。まあ、あの、施設収容所をこうやって見て、もって、まあ、一つ増えたんだなというのを改めて実感しまして、あのー、まあ、一番多いのが、 この絵画と38点あって、次がまあ建造物の35点、それからその次が彫刻と、そこが30代ですけど、その後になると、次がえ有形民族文化財ということで、えー、これは16ですね、あその前になんか史,跡天然史跡名称天然記念物というのが20ありますけども、まあ、あの非常にこういう,こう建造物もそうなんですけども、あのー、やっぱりこれ観光にとっては非常に大きな財産がある街だなと。 というふうふにあの実感すするところでありますそれでこのお冒頭で申し上げた通りですね、えー、この本年11月24日、宮津カトリック教会、えー、宮津選者聖ヨハネ天主堂が国の文化審議会の答申で重要文化財に指定されました、えー、文化財に認定される仕組み、修理や保全の、えー、補助制度等をお尋ねします大井教育次長。 文化財に認定される仕組み、修理・保存の補助制度でございますが、国、府、市の新規の文化財の指定は、所有者からの申請といった手続きは取らずに、それぞれの文化財保護審議会が行政からの諮問を受け、物件の価値や保全措置の必要性などを総合的に鑑み、指定の是非について答申を行うといった手続きを得てなされます。 また文化財の保全管理は、一義的に所有者の責務で、その修理事業も所有者が行いますが、所有者の負担する修理事業費に対する補助としまして、国指定でありましたら、国の補助制度、府指定なら、府の補助制度がございます。また、市の指定,を受け、ま、た指定を受けていない文化財につきましても、年代や価値など、一定の要件を満たせば対応できる京都府の補助制度もあり、 指定文化財の修理事業などは、この補助制度が適用されております星野和彦さん。ちょっと金額をちょっと知りたいんですけども、この文化財になると、ですねよくその、まあ、友人の家なんかが文化財になってる家があって、えー、直すとなると非常にお金がかかるとかえってですね文化財になるともう困るんだと。 いうふうに言われて、まちづくり交付金を活用したりです、ねまあ、いろいろあの手この手を考えるんですね、で文化財の,この補助の制度っていうのは、え金額的なもの、えー、負担率、こちらはどうなっているか教えていただけますか、大井教育次長。はいえー、文化財の,あの指定されている状況によって、ちょっとあの異なります。 国の指定を受けておりますものでございましたら、えーま、金額の上限がございませんが、あえー、国の方の補助50、50%が基本に補助の対象となります。えー、またあの、府の補助制度でございましたら、えー、と府の指定でございましたら、建造物で、えー、1000万、えー、その他の文化財でしましたら500万と。 それぞれ指定をされている状況によってあの補助金額の方が変わってまいります。星野和彦さん、まああの。そういう意味では、ですね、この,あの宮津カトリック教会が、ですね、えー、今回、まあそのえー、国の重要文化財に指定されたということは、これは、まあ、あの上限がなくなると、でこれ、まあ、後々また質問するんですけれども、あのうん、今までやっぱりなかなか直せないと。 やはりもう痛みも激しいんですけどもねそ,のそこでやっぱり国のやつとその、えー、風であり、市であり、まあ、あの帰ってきてれば一番最初にですね9年前やったのが、えー、よろず町のお宝鑑定をやったんですね、であそこはですね天満宮があって、よろず町自治会で非常に管理が行き届いてます、非常にあの立派な、えー、建屋の中で保管しているので、えー、その時に3点ぐらい国宝級ですよって言われるのが出てきまして。 まあ、あの絵画だったんですけども、まあえー、その時に実は修理だというと修理業者京都の,その,文化あの国立博物館の横の会社なんですけど聞きましたら1000万では足りませんよと一つあたりですねこうなると,ちょっと直せないなというので断念しましたそういう意味だと国の指定になるというのはずいぶん大きいなというところとやはり、まあ、あの文化財がです、ね、本当にこうなかなか直せないという課題があるということを 改めて、えー、今回の答弁で認識をしました。ちなみにあの国の指定の分ですけど、五十パーセントが上限だっていうふうにまあ、う答弁いただいてるんですけども、これあの相手方ですねあのー、のところの財政状況等でまた上積みもあるっていうようなことも聞いておるんですけども、そのあたりいかがでしょうか。おお教育次長。はい、あの五十パーセントというのが基本でございまして、えー、まあ事業者の方の財政力に。 たの加算措置というものがあございます、えーまあ、それは率に,し、ま、率につきましては、財政状況で異なりますので、何、えー、というのはちょっと申し上げれませんが、加算措置というものがございます星野和彦さん、まああの。それをちょっと念頭にして、あの今後の、えー、これだけの,あの文化財に恵まれた町なんで、いろいろとあの修理するやつは修理していきたいなというふうに、えー、希望したいと思います。 それで、えー、私はね、子供の頃は人口もやっぱ3万人ぐらいいまして、えー、市街地に宮大工さんなどですね、伝統建築の修理技術者がたくさんいました。えー、本年6月の一般質問、宮津で育った、えー、著名人の検証と交流で触れた、えー、白杉亀蔵さんは、1876年、明治9年に市内宮本町で生まれ、えー、株式会社大林組の初代会長を務められた後、 1898年、明治31年から1975年、昭和50年まで、実に77年にわたって、同社の相談役として三代の社長を助け、しばしば宮津市へ多額の寄付をされ、当市の育成資金創設に役立てるなど、市政の発展に大きく貢献されました。白杉亀蔵さんの実家は、代々宮津藩主、御用の藍染めを専業とする職人、 公約書という旧館の出だと大林組百年史に記してあります。現在の宮津市における伝統建築の修理技術者の技術継承の状況と対策をお尋ねします。おい教育次長。はい、ええー、まあ伝統建造物等のあの技術継承の関係でございます。 市内のいわゆる宮大工さんの数というものは把握をしておりませんが、大工や左官、河原工事など、日本の伝統的木造建築の修理技術の保全継承の必要というものは感じております。これらの技術継承のための取り組みにつきましては、建築関係の NPO 団体などが中心になり,なり行っておられます。 また市といたしましてもその団体と連絡を密にし協力関係を築いているところでございます。ようです。星野和彦さん。はい。まあ、随分減ってるっていうのでなかなかこれも売れうべきことで,ですね技術っていうのが本当になくなるともう本当にどうしようもなくなるんですよね。でこうじゃだ今もですねこの間脇の宮神社の門をまああの修復されたんですけども。 まあ、うまくあの府の方の補助金も使いながらやられましたが、やはりその技術というのがです、ね、宮にもほとんどいらっしゃらないというのがです、ね、ちょっと憂いびことだなとで、そういう、まあ、先ほど NPO のお話が出て、まあ、あの午前中う、市役所のお一般質問された、あのー、松浦さんのお話も出ましたけど、えー、京町や作事組という全国組織があるんです、ね、まあ、京都がまあ中心だと思うんですけども。 ここがですね、あの京都の町屋をあの、まあ、先代から皆大切に受け継いでですね、町衆の,、まあ、の生活が息づく文化遺産だというふうに捉えてこれを守るあるいは再生していくそしてえ次の世代に人々を引き継いでいくという事業をやっておりますで宮津の方も、えー、一部の建築の方が集まって私も実はこの,この間の宮津市庁舎のあとそこの えー、カトリック教会の見学に行きました、そしやっぱりね、あの面白い話を聞けましたわ、やっぱり、あのあこんな考え方があるのかと、まあ、午前中、ちょっと面食らった部分もあったのですけど、理事さんの方もあの、コンクリートの昔の考え方っていうのは変わってるっていうんですね、松浦さんもおっしゃられてましたけど、そんなのを今回初めて知ったりですね、やっぱりその技術っていうのは、日進月歩を進むんですけど、過去から学ぶこともあるんだなということを非常に強く思います。 です、えー、NPO の方との、まあ、今後、ですね、まああのー、どういう付き合いをしていくかというところで、市の方から自ずからというんじゃなくて、NPO の方をまを、あ、うまく育てるようなイメージで、先ほどの答弁を捉えればよろしいでしょうか。い教育次長。はいあのー、議員お触れの団体等と、まあ、連絡を取りながら、技術の,の継承というものをが行,って行っていきたいというふうに考えております。 星野和彦さんあの本当にあのなんとかです、ねえー、建設業者がいなくなるような街にならないようにと、ね、いうこと、希望もありますし、それからやはり一つの文化のバロメーターですね、これを守っていく、これだけの文化財、建造物の多い町が滅びないためにも、えー、そこを、えー、NPO を通じて、えー、なんとか残していただきたいというふうに思います。えー、次にですね えー、この文化財をですね活用した事業があれば、えー、実績をお尋ねします。はい、教育次長。はい、えー、文化財を活用した事業の実績をということでございます。えー、市といたしましても近年文化財の活用でございますとか文化観光の取り組みを進めているところでございます。 例を挙げますと、重要文化財建造物の旧三上家住宅におきましては、夜間のライトアップを始めまして、指定管理者が行う夜間のイベントでありますとか、来館者をもてなすカフェ運営などの活用事業を行っておりまして、その事業に対して今支援を行っているところでございます。また、特別名称でございますた、天の橋立におきましても、夏季、夏の期間のライトアップでありますとか、 音楽イベントの開催、まあ、こういったものでありますとか、文化観光の取り組みが進んでおるところでございます、以上です。星野和彦さん。まあこれも面白いなと思ったのは、三か目住宅をライトアップしてっていうのと、それからの弁当を取ってで、まああの、高級感を持たせるというのも新しいやり方だなと。まあ、業者が変わって、 天気を作事組の方がやってらっしゃるかと思うんですけれども、やっぱり発想は変わってきたなと、なおかつ、ちょっとフェイスブック見て驚いたのは、市長が歌を歌っている時もあって、あのまあ、非常にいいことだなと、やっぱりあの自らそうやって発信して、やっぱりそうやってやることによって、三上家っていうのがです、ね、どん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 世の中に広まっていくんだというふうに思います、ですから、まあ、あのもっともっとこういう発想っていうのは、やっぱり民間ならではのですね、 やっぱり、このパブリックのは、あのー、行政の方ではなかなかない発想なんで、もっともっとやっていただきたいな、という意味で質問しました。で、次にですね、えー、この質問を変えます。えー、宮津カトリック教会、この宮津選者聖ヨハネ天主堂はですね、えー、1896年、明治29年に、フランス人のルイ・ル・ラーブ神父によって建てられました。え外観はフランス風のロマネスク様式の構造ですが、 道内は畳敷きという和洋折衷の聖堂です。フランス直輸入の色鮮やかなステンドグラスは、えー、オープンドアではなく、障子のように横へ開きます。こうじゃないですね。横に壊うます。で、また、けやきの柱、この和線を作る技術を応用したドーム式の天井など、明治時代の面影をとどめています。そして、本年11月24日に国の文化、 え、審議会の答申で重要文化財に指定されました。以前、天教作組のイベントで、宮津カトリック教会を見学したおり、えー、天井裏が白割りの被害に遭い、えー、駆除したり、外壁の塗料が剥げ、年々痛みが激しくなっています。宮津カトリック教会の老朽化の現状についてお尋ねします。大井教育次長。 宮津カトリック教会の老朽化の現状でございます。え、教会の方で、今後の天守堂の保全のための現状調査などの作業を進めておられます。特にあの、建物の正面のファサードの部分の痛みが激しいと、著しいというふうに聞いておりますが、その他の箇所も含めて、今後の詳細な調査というものが必要だというふうに思っております。 星野和彦さんまああのちょっとあのいろんなあの昔の仕事の関係もあってちょっといろいろ写真をアップしたりするんで聞くとやっぱり1億じゃ済まないだろうなっていうような話も出たりですねですからまああのなかなか直すとなると大変なのかなっていうことでまあこの宮津カトリック教会を修理した場合ですねこの修理方法と費用の概算ってわかるようであれば、えー、教えてください。 おい教育次長、はいえー、修理のの方法とと費用の概算はいいうお尋ねでございました、えー、修理計画立案に際しましてあの過度の所有者負担にならないよう補助金や自己負担金といった財源の問題も含め、えー、適切な修理の手法を取りつつ実施可能にするため、えー、現実的な費用や工期などを検討していく必要がございます。 今回の天主堂の国指定を契機にしまして、国や府の技術指導を受けつつ、具体の修理計画の立案作業を進めていく必要があり、それに市も協力をしてまいります。先ほど申し上げましたとおり、事業主体は所有者ということになります。国指定建造物の場合で え先ほど申し上げました補助率基本が50%というものがございます、えー、まあそういった補助金の方も使いながら、えー、修理の方、えー、修理計画との立案をしていく必要があるというふうに考えております、えー、国の補助金につきましてあの上限額は定められておりませんがあの予算との兼ね合いもあり事業の実施については 前年度以前からの文化庁との事前協議というものが必要になります。ええー、まあ府や市がその窓口を担っていくということになります。以上です。星野和彦さん。まあこれまああの市のものでもありませんし、えー、教会のものですから、えー、とやかくっていうのは難しいところではあります。ただ文化財に指定されて、やはりこの宮津を代表する建物になりましたですね。まあ昔から愛着もあって。 実は私なんかは小学生の時、あそこの庭で、えー、野球やって、実はステンドグラスをみんなで割ったことがあるんですよ。で当時、何のあれもなくて、ちょっとカラスを割ったぐらいだと思ってたら、この大人になって聞いたら、あのグラスはその、えー、明治時代のと、ねえー、時に持ってきて、今はもう作ってないんだと、<laughs> 当時の神父さんが怒るのもやっぱり、あのー、これはとんでもないことをしたなーっていう友達同士でよく話すんですけども、まあ、でも当時の教会っていうのは、あそこの、えー、今、 幼稚園行政幼稚園があるんですけどもあの、卓球をさせてくれたりですね、非常にまああのやっぱりアメリカ式のようなあのチャーチですよ、やっぱり教会に集うっていう、だから子どもらがやっぱり遊びに行くところっていうイメージが非常に強かったんですけど、やっぱりだん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 人が減るっていうのは、えー、寂しい状態になってるかというふうに思います。あの修理方法ととはこれかからだだだ思いますまます先月何週間か前にまだ <laughs> あの 国の文化財に指定されたばっかりですから、からね、これから、えー、どんどん詰めていっていただきたいというふうに思います。それで、えー、このですね、この信者さんの皆さんとたびたび科学してきた話題の一つに、えー、宮津カトリック教会の観光活用があります。信者さんにとって関東、ミヤズカトリック教会は祈りの場であり、この1865年元治2年にですね、長崎で建立された、えー、日本最古の大浦天主堂のように。 千円の配管料を取ることは馴染まないと伺っていますえちなみに大浦天主堂は1975年昭和50年に隣接する大浦教会を建設し信者の方は観光客に気兼ねなく礼拝できるようになりましたがえ宮津カトリック教会は純粋に祈りの場であることが第一義なんだと信者の皆さんの気持ちを守らないといけません祈りの場と観光活用を共存する可能性について 何か動きがあれば教えてください高い教育次長はい、一、えー、といたしましても今回の国指定を契機にしまして、えー、本天主堂の価値や所在する宮津市街地の歴史や魅力などを広く発信し文化を生かした街づくりにつなげていきたいというふうには考えておりますしかしながらあ 本天主堂でございますが、カトリック教会の所有物でございます。現在も信徒さんたちの祈りの場として機能している現役の宗教施設でございます。そのことを踏まえまして、祈りの場としての尊厳を傷つけないよう、また観光客と一般の方への公開や活用が、教会や信徒の皆様への過度な負担にならないような意識の醸成や持続可能な仕組みづくりといったものが必要だというふうに考えております。 今後は本店主導の持続可能な保全と、まちづくりのための活用に向けまして、所有者である風雨協会にもご協力をいただきながら、より良いあり方について、検討してまいりたいというふうに考えております星野和彦さん。まあ、あの本当にあの、信者さんの皆さんの気持ちを大切にして、えー、対応いただきたいというふうに思います。 してほしいなというところでございます。えー、最後の質問として、文化と芸術を活用したまちづくりの現状と課題に関して3点お尋ねします。えー、まず、えー、文化財と、えー、学芸員の数など、京都府内の市町のとの比較等をお尋ねします。えー、ちなみに、私は2017年、平成30年の6月と9月に行った一般質問、由良地区の歴史伝承を活用した観光施策の強化と、それから、えー、宮津、 歴史資料館の再開に向けてで同じ質問をしました当時のご答弁は宮津市の指定文化財の数は京都府で5位、えー、北部では1位でした文化財に携わる、えー、宮津市の、えー、職員は2名で府内6位の亀岡市が7名北部のお舞鶴市京丹後市福知山市与謝野町はおのおの千人で4名いて大きくビハンインドしていたので、えー、宮津の眠れる資源である 書物や絵画、骨董品等の鑑定や文化財の保全、地元の歴史を後世に伝えることは大切な仕事であること、歴史的評価を受けるお宝が見つかれば、また新たな観光につながることなど、歴史を守り育てる体制の再構築を提言したところ、宮津市の職員採用試験に文化財専門員を数年ぶりに募集していただき、今の3人体制につながりました。現在の 状況を当時と変わっていると思いますけれどもご答弁をいただきたくお願いします大い教育次長はい、えー、学院の関係でございます先ほど議員もお触れになりましたけど平成25年の区画議会において、えー、説明をさせていただいた際には、えー、指定等の文化財の数では付加5番目でありながら文化財関係専門職員の配置数は2名で、まあ、不足を感じていると いいいう説明をさせててただいておりますそのためあの翌30年度には新たに専門職員1名を採用をいたしまして専門職を管理職にするなど文化財保護行政の体制の充実を図ったところでございます、えー、昨年度の数字でございますが近隣では京丹後市が4名与佐野町が3名舞鶴市が3名福知山市が2名の専門職員を 配置しておるというふうに聞いております。えー、他の負荷負荷の他の市町と比べましても、本市の三名配置は平均的な人数であるというふうに考えております。星野和彦さん、ちょっと驚いたのが、わずかこの数年の間に、えー、この京短語以外は減ってるんだなっていうのがちょっと驚きました。まあのどこもお少子高齢化の影響もある。 だろこの宮津市の場合なんですけどもこの2021年令和3年に策定された第7次宮津市総合計画では宮津の歴史を観光振興にも役立てる戦術が多々登場しています従来の文化財の管理等の業務に加え観光事業にも活用する学芸員の体制づくりについてお尋ねします 大井教育次長、はいえーえー、学芸員の体制についてでございます、えー、観光活用に限らず、あの現在、策定の作業を進めております宮津市文化財保存活用計画、えー、これに基づきまして、今後、文化財の保存活用の施策を進めていくこととなります、えー、そのためにも、その推進体制作りが必要と考えております。えー、宮津市では昭和 56年に初めて文化財専門職員が採用され、以後、教育委員会におきまして文化財保護行政を行ってまいりました。特別名所天の橋立をはじめ、多くの文化財を要し、その日常的な管理に加えまして、継続的な調査や指定、保全のための修理事業の実施、また、観光や街づくりのための活用にあたっては、その知識やスキルを有する文化財専門職員の適正配置が必要というふうに考えております。 加えまして、観光活用を含めまして、今後の文化財の保全活用につきましては、市の文化財部門だけで可能なものではなく、市の他の部局はもちろん、京都府、京都府の教育委員会の技師でありますとか、単語共同資料館、また、あの、近隣市町の文化財所管部署とも連携の上、行政総係、また、官民を問わず、 市民総がかりで推進していく必要があるというふうに考えております、そのための体制作りでありますとか、意識情勢が必要であり、そういった作業を進めてまいりたいというふうに考えております星野和彦さん。あの今年の夏、初めて、えー、企画をされたですね子ども学芸員っていうのが非常に良くて、あれの顔を出したんですけども、えー、本当に子どもさんたちが一生懸命説明してくれます。 あのまあ、下地があってですねこのイランの歴史を探る会の加藤会長なんかが非常にうまく教えてますですから、君らが大きくなったら、えー、何になりたいって言ったら、えー、学芸員になりたいですというふうふに素直に言ってくれます、やっぱりあのどういったんですかねあのこの地元で生まれ育って地元の歴史を知るとやっぱり愛着が湧くんですよね。だからやっっぱりままた帰ってこようと私も、まあ 30年宮津を離れてやっぱ帰ってこようっていうのは子供の頃、徹底的にやっぱり歴史が好きだったんで叔父が、まあ、ちょっとあの、郷土史科もやってたんでそれでいろんなところを歩いてたんですねだそれがやっぱり一番影響を受けてて必ず宮津に帰ってくるんだという、まあ、ことをあ社会人の時もずっと思っておりましたまあ,あのそういう制度なんかもやってですね、非常にただ見てると学芸員の方が本当に暇がない。 もうい、いつもなんか走り回ってるなというところがちょっと心苦しくてですね、それでちょっとあの今、3人体制もあの定年を迎えられる方もあって、人事戦略大丈夫かなというですね、残っててほしいんですけども、こればっかりは、えー、あと何年かしかいられないというところで、まあ、ここで人事戦略を問うことはしませんけども、あのやはり、えー、非常に重要なポジション。 この、全体でっていうのもありますけれども、選択と集中という観点からいくと、この、今の、そうですけど、KPI でも出てましたが、非常にまああの実績を上げてきてますよね、観光の方にも。ここはやっぱり、踏ん張りどころで、ここは選択と集中で、ここに人員配置をしていくというところは、してほしいなと。その,あの状況を今後も私は見つめ続けたいというふうに思います。 では最後に、この質問します。日本経済新聞の本年11月11日付特集記事でデータで読む地域再生というのを毎週やっております。こちらではですね、今回神戸市や大阪府豊中市は音楽などを通じてにぎい創出を目指しているほか、京都市は芸術家と経営者をマッチングさせる取り組みを始めているなど、芸術文化振興にとどまらず、関係人口や 新ビ,ビジネスの創出に生かす取り組みが全国津々浦々で広がっていることを伝えています最後の質問として文化活動団体の活性化策など宮津市の今後の方針についてお尋ねをします土井企画財政部長文化活動団体の活性化策など今後の方針についてのお尋ねをだきました えー、本市といたしましても、文化の担い手の高齢化等による文化力の低下につきましては、えー、課題感を感をじ持っているところでございます。こうした中、えー、市民の、えー、文化芸術活動の活性化を図るため、えー、令和3年度より、町 <laughs> ・門、えー、でのコンサートやアートフェスティバル等の開催に対する支援制度を創設しまして、その活用数も増えてきているという状況でございます。 また、えー、昨年度の天橋の立てでの田中遥子さんのモノオペラ、ガラシャ公演、今年度の、えー、文化庁、えー、京都、えー、移転、えー、記念イベントや、天橋立てでしました、あのー、京都ホニーの開催、また、あのー、市民主体でのプロミュージシャンを有タたコンサート、これは昨年度からですとジャズフェスティバルなどの、えー、音楽イベントの動きが出てきているところでございます。えー、なお、えー、文化庁の、あのー、京都移転を契機しまして、 京都府内全域でのホールだけではなくてす。町中のユニークあのユニークペニューなどで活用しました。国際音楽祭の展開をしていきたいと京都府の方からも聞いているところでございます。あの議員からですね参考事例の展示もいただきましたけども、今後も文化財文化財保存活用地域計画や歴史文化資源の活用した文化 観光のまちづくりの取り組みを合わせまして、えー、市民の文化活動の輪を広げる文化活動活性化事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。そして、えー、地域の文化力を高めまして、えー、文化活動の担い手となる市民の皆様の文化の大切さを、価値えーの文化えー、大切さの価値を、えー、共有し、えー、持続可能な取り組みにしていきたいと考えているところでございます。以上でございます。星野和彦さん。 ごご答弁いいたただきありがとうございましたあの本当に、えー、今度のですね丹後郷土資料館の名誉館長さん、この間講演があって、えー、見なして行きましたですけれども、非常に心強いお話を伺いましたね、であの野心的なっていう言い方を、まあ、欧米風に言いますけれども、彼は本当に非常に戦略家だなと、やはりこの文化で、えー、町をこの北部のやっぱり弱いところで、ね、先ほど私は美術館の話をしても、彼の影響を受けてるんですよ。もっっと言ったら 前の前の父の山田知事なんかが非常にやっぱりその美術館がないエリアの弱さっていうのをご指摘されてましてなんとかこちらで美術館をっていうような動きもしていただいたこともあるかというのを聞いておりますだから、やっぱそういうビハインドというところをやっぱり認識してやはりこちらで文化でもう一回こう盛り返すんだという気概を持っていきたいという,ふうに思って今回の質問を終わらせていただきます。どううもありがとうございました